DC コミックス、DC 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 コミックスはアメリカの漫画出版社である。マーベルコミックと並ぶに大アメコミ出版社の一つ。1930年より1950年代半ばまでのヒーロー黄金期を指して言う、1938年に誕生したスーパーマンの人気を受け、39年のバットマン、40年の ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカ41年のワンダー・ウーマンなどヒーローコミックの企画が次々に通した。なお、この時期の JSA は資本提携している2社にまたがるヒーローチームであった。創立時はナショナル社より魔法使いドクター・フェイト超高速の能力を持つパワーマン復讐の精霊スペクター・サイミングガスの使い手サンドマンが参加。オールアメリカン社からはアトム フラッシュ、グリーンランタン、ホークマンが選ばれた。1954年、フォーセットコミック社を訴える。1939年誕生の同社キャラクター、キャプテン・マーベルがスーパーマンの著作権侵害にあたるというものでる。初のコミックの著作権裁判として注目された。翌年フォーセットが賠償金を払う形で和解。なお、1972年に、 当時の作者、シー・シーベックも再起用され、キャプテン・マーベルの制作は再開された。だが1967年にコミック出版社、マーベル・コミックが誕生していたために、タイトルは、シャザムに変更された。1940年代後期は、SF、西部劇、ユーモア、ロマンスものなども出版。だが1950年代中頃より、コミックの犯罪、 恐怖描写に対し、抗議行動などが始まり、若干の路線変更も余儀なくされた。1950年代中盤より1970年代初頭までを、指す。1950年代中盤、当時の編集長アーウィンド・ドネンフェルドと発行人、リーボイーイッツは、編集者、ジュリアス・スチュワートに試験し、ショーケースの担当と、過去のキャラクターであるフラッシュのリメイクを命じる。 スチュワートは、ナイターのロバート・カニンガー、死体作画のカーマイン・インファンティーノ、ペン入れ担当のジョー・キュバーとラのチームで、新たなフラッシュを誕生させた。1956年、ショーケース4号で登場した新生フラッシュは人気を得て、同様の SF キャラ、グリーンランタンの再生につながっていく。JLA の誕生も1960年である。過去の JSA にヒントを得た。 人気ヒーローたちによるチーム活動を描いたコミックであり、同様に現在まで続くシリーズである。スーパーマン、バットマン、ワンダーウーマン、フラッシュ、グリーンランタンに加え、41年、モアファン氏から続くマイナーキャラだった、アクアマン1955年から登場の火星人、戦士マーシャンマンハンターが創立メンバー。後にグリーンアロー、グリーンアロー、41年、 モレフン初出、新生アトム、アトム、61年、ショーケース初出、ホークマン、ブラックキャナリー、ブラックコネリー、47年オールアメリカン社、キャプテンマーベル、プラスチックマン、プラスチックマン、1941年初出、1956年に、クオリティコミック社から買い取った、ヒーロー、ザターナ、ザタンナ、1964年、ホークマンに登場など、マイナー、 メジャー問わず様々なヒーローが加入。再生装置としての役割も果たす経済史となった。こうしたキャラクター改革は看板作品にも及ぶ。スーパーマンでは編集者モートウェイジンガーが現在も登場するスーパーガール、ビザロ、ブレーニアックなどのキャラクターを投入した。バットマンには編集者、ジャック・スキッフがバッドウーマン、バットガール、 バッドマイトなどの新キャラクターや SF 要素を取り入れたのだが、あまり成功はせず、公認のスチュワートは、インハンティーノと共に、探偵の側面を強調することとなった。1960年代の実写バッドマンの人気により、盛り返すこととなる。編集としてカニンガーは、ワンダー・ウーマンの家族、神話世界を構築した。1967年、編集長となった。 インファンティーノは、業績を伸ばすマーベルコミック社に対抗すべく、人材補充に乗り出した。作画面では、スパイダーマン制作に携わったスティーブ・ディッコ、新人ながら、後々まで、バットマンに携わることになるニール・アダムスなど、また編集にも、バットマンや、グリーンランタンを担当したデニス・オニールなど新たな、才能を補充した。だが一方で息切れしてしまうタイトルも多かった。 1969年、ワーナーブラザースの子会社となる。親会社のスティーブ・ロス会長は、音楽、映像が好きで、活字とコミックに興味なかったので、会議では滅多に発言しなかった。1970年、マーベルコミック社からアーティスト、ジャック・カービーが離脱。DC は、すぐさま彼と契約した。カービーは、X メン、ハルク、 ファンタスティック4など多くのマーベルの人気リーズを編集見客本家のスタンリーと共に制作した大物であった。彼は DC 遺跡後ザ・フォースワールドなる異次元世界を描いた作品を生み出す。その多くは後にスーパーマンの中に取り入れられていった大物悪役ダークサイドなど、他にもデーモンなどを手掛けた。1976年1月インファンティノに代わり、 子供向け雑誌の発行者だったジャネット・カーンが編集長となる。ここから DC エクスプロージョンと呼ばれる出版拡大計画が図られ多くのタイトルが生み出された。ファイアストーム、シェードなど新たなヒーローものに限らず非ヒーローものも多かった。だが計画は失敗。親会社、ワーナーブラザース社によってその大部分がリストラされた。 DC インプロジアンとも揶揄される結果に終わった。カーンラシ新体制は抜本的改革を行うことになった。その一つが著作権使用権を作家にも認めることである。それまで作品は買取で権利は会社が独占していたのだがそれを作家にも分け与えようというものである。これは新興インディーズ出版社などを真似たものである。また TV 放映を見習って 柔軟なコンセプトのもとに作品作りを始める。成功例の一つは、ザニューティーン・タイタンズ、バットマンの助手、ロビン率いるティーン・エージャー・ヒーローズである。脚本のマーフ・ウルフ・マン、作画のジョージ・ペレッツが手掛けた、この作品は、X 面に似たコンセプトを指摘されながらも売り上げを伸ばし、制作体制の安定化に貢献した。彼らは、スピンオフも利用した。 作品からキャラクターをフィーチャーし、新たな作品を作る手法である。Tales of the New Teen Titans なるスピンオフ作品では、キャラクターの羊などを描いた。これは、メインの物語の連載を中断することなく、時期をずらすことで、労働量を増やさずに済んだのである。ウルフマン、ペレッツのコンビは、大きな改革にも参加した。1985年のクライシス。 オンインフィニットアースシリーズである。これは大胆な設定変更を伴った一大イベントであった。長年連載の続く中で DC のコミック世界には様々なパラレルワールドが派生。例えば、それらの中にはゴールデンエイジのヒーローたちの世界、アース2や従来のヒーローと悪役によく似ているが同時に、それぞれの聖者が反転したキャラクターたちが集う世界、アース3など、 別次元の重要な物語世界もある。また、幾度もの他者買収により、キャラクターが増えるにつれて、その他者の歴史と DC 社側の歴史が食い違うため、それらも別次元、アース X などとして扱っていた。こうした、増えすぎたキャラクターと世界観を統合するために、次元間の争いを設定。すべての次元を滅ぼそうとする巨悪との戦いを描き、その末に、矛盾した設定は、 複数の次元世界の収束と共に統合れたものとしたのである。上記のバットマンの設定なども消滅、新規な設定に再生された。また、イギリスのアーティストであるアラン・ムーアのアメコミ参加も大きな出来事だった。シリアスな作風の彼は、植物化した人間スワンプシングの設定を一気に無理なく描き変えた。後に多くのイギリスのアーティストが、 アメコミ制作に参加するようになった契機となったのである。そうした作風の才能の流入は規制にとらわれず作品を掲載するための新レーベルバーティグの発足につながった。そして1986年フランク・ミラーの、とアラン・ムーアのウォッチメンによりコミックの作風自体が変わっていくこととなる。こうした大人も読める質の高いコミックの誕生は 1989年からのハードカバー版 DC アルシーブアディションスレーベルの出版へとつながった。スーパーマンの死亡、後に蘇生、バットマンの引退と後継者の登場、後に復帰などのエピソードでブームを作るも、出版業界全体の不況もあり、一時的なものに終わった。多角的な戦略を組み、美術を重視したピラニアンプレス。 資料本などの大型本を扱う、パラドックスプレスなどのレーベル立ち上げやアフリカ系ヒーローを扱うマイルストーンメディア社と出版協定を結ぶなどする。この協定は後にアニメ、スタティックショックにつながる。これは1989年に開始された、バッドマンその後のスーパーマンアニメシリーズ、バッドマン・ザ・フューチャー、ジャスティス・リーグの一連のシリーズの後継として用意されたものである。 スポーンで有名なトッド・マクファーレンと組んでいたジムリーの個人会社アイルドストームコミック社を購入し会社名もそのままに存続させたまたアランムーアの会社アメリカズベストコミック社も買収しワイルドストームに併合させている2003年長きにわたり描き続けられてきたファンタジーコミックシリーズエルフクエストの出版権を得る2004年漫画を 翻訳再販する CMX なる子会社を立ち上げ、欧州の 2000AD ヒューマノイズ社の北米出版権も一時的に売る。また、子供向けブランド、ジョニー・ DC、も開始。同年、インフィニット・クライシスシリーズを始める。これは、再びの設定変更期で、その終了後、それぞれの作品は一年飛んだ世界が描かれることとなった。 その失われた1年間は、ニュー52シリーズとして発売される。2005年、オールスターシリーズ開始。入り組んだ歴史などを扱わない、簡素なシリーズで、オールスター・バットマンロビン・ザ・ボーイ・ワンダー、オール・スター・スーパーマン、オール・スター・ワンダー・ウーマンなど。同年、ワーナー・ブラザースが、バットマン・ビギンズを制作。翌年には、スーパーマン・リターンズが公開。 DC コミックス社の子会社、ワイルドストロム社は2002年にロボテックの漫画の販売を始めた。アメリカ東部夏、時間2010年9月21日、DC コミックスの報道担当は近い将来に予定される西海岸のロサンゼルスへの移転に伴い、子会社、いわゆるインプリントインプリントレーベルのジムリー主催のワイルドストームを閉じると発表した。これは、 ワイルドストームの一事業部門で2004年に設立され、日本漫画の翻訳出版を業務としていたが2008年以降、日本漫画の英訳市場の大半を占めていたビスメディアやトキオポップにおける、本漫画の英語圏市場そのものにおける人気の、長楽や宿所、紳士協定破りのスキャンレーションなどによる、日本漫画の翻訳出版業界自体の業績の悪化。 本社 DC コミックス自身の支援、宣伝不足や、天井殿下の翻訳出版時における修正問題などで、レーティングが厳しくなり、マーベルコミックの MAX、エクスプリシットコンテントから18歳以上対象に相当。で、対象読者層が利用する一般書店での流通不足による不振により2010年7月1日に閉鎖された決定を受けてのものである。この流れを受けて、 DC コミックス本社は、日本流儀、スタイルの最初から、日本語以外の言語、英語、スペイン語などで書かれた、オーウェル漫画、オリジナルイングリッシュランゲージ部門からも、撤退するとを決定した。このため、ロボテックシリーズの同社における、グラフィックノベルの観光は、発祥本国であるにもかかわらず、志半ばで中断し、皮肉にも、中国のシンファウィンシェア、中文。 進化文献出版伝仲立ち、英文、シノイス・ウィンシェール・パブリッシング・アンド・メディア・ CO、LTD で全レーベルのグラフィック・ノベル化が実現することとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。